星が輝くのはなんでかな。そう、太陽があるから。僕は君の太陽になりたい、一生ね。そんな大げさな呼び方されたって俺は別に。本当に言ってた。山月島山口、まとめて説教してやる。そこにかがめ、いや座れ。俺の目線より下に来い。ずっと考えてた。オールマイトからもらったんだろ、その力。否定しねえってことはそういうことだな、クソが。おい、お前その毛布取っ払ってよく顔見せてみろ。お前のことじゃねえ、俺が言ってんのはこの説明不能な生き物のことだ。つうかよ、いくらてめえがちっこいからってこのクソ狭い風呂場で勝手に解放感なんてに来た。そりゃ結構、もともとできるわけねえんだ、俺みたいなやつがまともな仕事なんて。こんなオンボロ協会誰が話してんだ。大人になって可愛かったら気持ち悪いだろ。大人、え、どこに大人がいるんだ。これ以上車体に穴を開けることはもうできない。もっと自分を超低音がメローネの言っていた新入りの能力か。しかし苦手だね。足の木先生、お久しぶりーちです。足面白いです、本当にウルトラ面白いです。アンケートも負けてばかりみたいですし、読者の目は確かです。特にここ数週間はさすが足の木先生で。何その目、小動物のメスの分際で人間様に逆らうの。だなら殺せるよ、確実に。お前は満ちた顔しやがったな。でも今は絶望だ。3秒数えてやる、だからさ逃げてみろよ。そっか、お前はあっさりと支配される側の人間になり下がるんだな。以上に大切なのは上のルールに支配されない、ルールを課すのは自分であること。一体あの中で何が。刀だよ刀、今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀、やってみろよ。まだ味わってない部分があんだろ。伊勢エビの頭ん中、エビ味噌だよ。こいつを数滴殻の中に垂らしてから味噌をすする、それが一番うまい食い方なんだ。一流だね。大丈夫だから。やる気はねえや、ラムにどやされるのはごめんだっから。いい女じゃねえかてめえ。痛い目に合わせねえ、じっと寝とけや。